こ次のねあれに繋がるんで次のこれねすませ得点は無理やり無理やりじゃないですけどこだこだわりの話なんですよ「だんこ」っていうで「ザイニッファンク」のあの感じて演じてる感じじゃない何かこうあのキャラクターをああそれはねそのいやそれはねちょっと抜け出したいところなんでどうなのそのさ うん、ファンクをやるとかなんかその一番大事にしてるとことかを聞きたいの。ああガンってす,くするようになるって、うん、なんかこうさもう,もうゴルチンをもうみ決めちゃってそこに向かってるわけでしょ、うん、ああそうそうそううんなんかそこが明確にポンって言えるわけではないんだけど、うん、なんかここら辺かなっていうのを作ってうん、うん、これになる。 っっっててていうことかなって思ってるファンクはね、あのー、かっこいいんだよかっこいいなんかファンクって最初っからかっこよくていいか A メロ B メロとかじゃなくてドーンみたいな「オラ、うん、ー!」みたいな<ー>それがね好きずっとサビみたいなそうずっとサビみたいなまあでもそれだと疲れるから、まあ、その中でもいろいろ考えはするんだけどなんか。 そうえー、だから何だろうなこの他の曲とあんまりそのその曲の考え方のベクトルが違うというかその周りでそのファンクバンドっぽいのがその少ないからファンクやってるとかそういうことじゃないああいやファンクバンドが少ないっていうのは逆に嫌だね。んかでもファンクシーンが狭いからすぐ真似って言われるうんうん、うん ロックの人さ絶対真似って言われないのよそれはもういっぱいいるからだからちょっとやって絶対「ローリング・ストーンズ」の真似なのにみんな言われないじゃんそんなことなんかちょっと社会を変えたみたいなこと言われるわけでしょだからそのファンクバンドいっぱいあるからマーケットが狭いチアホやされないと ファンクをしてて。ちやほやはされるさされれるる。はけどなんか変な真似って言われたりちょっと半笑いで見られたりするみたいな人がやんないことやってるんでしょうフェスでやっててなんか本物のファンクじゃないって言われてあれされたそうフェスじゃないフェスじゃフェス某あの某フジロックフェスティバルのあの 担当のやつがあのうちらのライブに来て「<laughs> なんかあの日は最初の曲で帰ったらしいですよ」って言われて「えみたいな最初の曲「<laughs> キズ」っていう曲だ、ね、<laughs> えどういうことですか?」ってなんかもっと本格的なファンクかと思った」っていう一言を残して。<laughs> <laughs> 本格的なファンクってなんだよみたいなファンクだからそういうふうに言われるんじゃないなんかさああそうそれもあんのそれもあんのちょっとハードル上がってんのそうそうそうどっちでもできるじゃんんかそのポップな感じにもなんかコミックっぽくもできるしさむっちゃくちゃロックにもできるなんかこうその、今すごいソロがさメジャーデビューするってなにさなんか決められる時じゃないですかあそうかっていうのは思うそう、だから そう例えば俺らっぽい感じのサウンドでちょっと結構笑わせるバンドがあって、うんうん、歴史っていう。だからともすればああいう感じでもうまいスキルで分かりやすい笑わせるとかそういう方のことを言われたりすんのかなみたいな。 なんかおお大雑把な感じのノリのディレクターさんだったからそしたら何かもっとじっくり作れみたいなこと言われて。浜県にとっては一番大事なのはね、うん、で俺の中ではいつもアゲ,アゲンストな気持ちがある、うん、真面目な、うん、真面目なだからこう何だろうなこう 世間世間に対してファンクはレベルミュージックって言われるから反体制というか反体制というかちょっと物申すというかだからそれっていうのは基本的に俺も思っててじゃメッセージ的なとこが一番大事ってことそうですそうだよでもさそうなんで日本でだから一番大事なのは在日ファンクっていうテーマなんだよねうわ <シ>いやいやしっかり聞けそうそう本当、あのー、ファンクとかさそういうのレゲエとか例えばレゲエもねちょっとレベルミュージックだったりするからボブ・マーリーとかで日本に持ってくる時に「日本ってそういうのないでしょ」とかってよく言われる。あ日本っってそういういいいののななじゃんだからあっちの人みたいなこう ね、凄まじいことは言えないしみたいなとかさんか海外は結構いろろな状況的に大変だからすごい切実なものできるけど日本は別に切実にしようがないから俺思うんだけどそれはもうそのまま直訳しちゃってるからそう思うだけで日本には日本の切実な社会状況っていうのがあると思うそれを俺は俺の言葉で言いたいみたいな。 そうだから在日こういい、うん、日本にあることのファンクっていうかそうだからもうちっちゃいことでも大事なんでねすごいいやいいじゃん,なんか今俺その在日ファンクのアルバムが笑うなっていうタイトルがすごいしっくりきたるおおっそ,そ,、ね、そういうことだよねそううんいやまあ<う>嘘だけど怖い <laughs> お